この一戦で頂点。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは全運スカイ、サイレンス鈴鹿、富士奇跡、期待通りの結果を出せるか。一番人気ナイスネイチャー、サイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは全運スカイ、そしてその後ろから行くのは富士奇跡、今市に離れてスーパークリーク、さらにオグリキャップ、さらには7番成田大臣、キングヘイロー並んできた。それを見るようにナイスネイチャー、2馬身3馬身開いて6番成田大臣。ナイスネイチャー、果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだやっと見えた。スピードの向こう側、静かでどこまでも綺麗な、私が見たかったもの。大手焼きを越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。ギリギリ詰める富士奇跡、サイレンス鈴鹿、花を進む。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。400を切りました。外から上がってきたのはナイスネイチャー、富士奇跡。先頭に変わった。並んでくる、調子乗っちゃう、突っ込んでくるナイスネイチャー。残り200、ナイスネイチャー。ずんずん上がっていくナイスネイチャー。抜け出したナイスネイチャー。足色は衰えない。早く早く、誰よりも早く。甘く見て後で吠え面かかないでよね。私がマジだってこと教えてあげる。ナイスネイチャー、1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮し、レースを制した。やりました、ナイスネイチャー。見事先頭でゴールを駆け抜け、ジェミニ杯を制しました。2着は富士奇跡、3着はスーパークリーク。私も1着ね。この一戦で頂点がスタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはセイウンスカイ、サイレンス鈴鹿、富士奇跡、苦しい戦いを強いられているナイスネイチャー。ここからどう出る。サイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はセイウンスカイ、2馬身離れて富士奇跡、その後ろからスーパークリーク、それを見るようにオグリーキャップ、2馬身3馬身開いて7番成田大臣、内を回りますキングヘイロー、それを見るようにナイスネイチャー、その後から6番成田大臣。サイレンス鈴鹿先頭を進みますが、これは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿、彼女の客室には合っていますね。大手焼きを越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。じりじり詰める富士奇跡、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。最終コーナー、先陣を切ったのはサイレンス鈴鹿、流行まで400、そこから上がってきたのはナイスネイチャー。ここで先頭に立った富士奇跡、ナイスネイチャー並びかけてきた、ナイスネイチャー、すごい足だ。200を通過、ナイスネイチャー。ここで抜け出したナイスネイチャー、足を衰えない、ナイスネイチャー、1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮し、レースを制した。やりましたナイスネイチャー、見事先頭でゴールを駆け抜け、ジェミニ杯を制しました。2着は富士奇跡、3着はスーパークリーク。